ザカスピ州は中央アジアに設置されたロシア帝国の州の一つ。首都はアジハバード。州の領域は現在のトルクメニスタン及びウズベキスタンのカラカルパクスタン共和国、カザフスタンのマンギスタン州の一部に相当する。州の南側はイラン、アフガニスタンと国境を接し、東側はロシアの保護国であるブハラーミール国、ヒバハン国と接していた。 1869年8月22日、カスピ海東岸の占領が許可され、同年秋、エヌストレトフ大佐の部隊が上陸作戦を行い、クラスのボーツク要塞を築上した。1873年に、ヒバ戦争でコンスタンティン・フォンカウフマンがヒバ半国を占領、トルクメニスタン西部はカフカース軍管区に属するザカスピ軍区と布告された。 1877年にオレンブルクとサマーラカウの鉄道が完成。1879年、道軍区に基づきザカスピ遠征隊が編成された。1880年にザカスピ鉄道の内カスピ海に面したウーズン、アダコーから内陸都市キシルアーバットまでを結ぶ路線が開通する。ザカスピ州の州省1882年、アシハワードを中心として、 マングイシュラク軍、クラスノボツク軍、アハルテク軍の3軍を管轄するザカスピ州が設置された。1884年、メルブ軍、テジェン軍が同州に併合された。1885年、ペンディンオアシスが併合された。ザカスピ州の領域は1885年までにロシア帝国に征服され、1886年にザカスピ鉄道は、 アシガバートやメルブまで伸びた。ザカスピ州は当初チフリスのザカフカース総督管区の管轄下とされていたが、1888年にザカスピ鉄道のうちトルキスタン総督府が設置されていたタシケントとアシハワード間の路線が開通したため、1890年軍事省直轄とされ、アハルテク軍、クラスノボツク軍、テジェン軍、チャルジョー軍、 メルブ軍の五軍に区画された。1897年からはトルキスタン総督府の管轄下に移管された。1905年にはトルクメンバ橋から幕府へカスピ海を連絡する鉄道連絡船が登場した。1906年にはトランスアラル鉄道が完成し、トルクメンバシからオレンブルクまでつながる。ソ連の中央アジア情勢ロシア革命の後、 1921年にザカスピ州はトルキスタン自治ソビエト社会主義共和国内のトルクメン州として再編された。1924年には中央アジアの民族協会確定工作が行われザカスピ州の領域の大部分はトルクメンソビエト社会主義共和国に再編されウズベクソビエト社会主義共和国と分割された。ありがとうございます。